はい、では文献紹介と題しまして自然言語処理研究室修士1年生動画を発表させていただきます。今回紹介させていただく文献はリナ、Identifying Comparable Documents for Wikipedia という文献で、2015年の BUCC より BUCC からの出展です。概要としましては、BUCC2015 で発表されたリナシステムというもので、ハーパックスワズの数を収集することにより同等の文章を識別するシステムです。今回はこの方法に加え分類棚の推論とクロスリンガル情報を用いることで、この方法を拡張させることで、約 60% の精度で同等の文章が特定できるようになりました。導入ですが、統計的機械翻訳において重要なパラレルコーパスですが、これを1から作成するとなると、膨大なコストがかかります。そこで Wikipedia と多言語で入力、複数の言語で入力されているリソースを使用するのとコスト的に抑えることができますが、このリソースを識別するための既存のアプローチの評価として今回このリナシステムを紹介させていただきます。今回クロスリンガル情報を用いることで言語にとらわれないアプローチで評価することができます。はじめに基本的な手法としまして、ある文章の中で一度しか出現しない、かつ文字列が4文字以上の単語、これをハーパックスワーズと呼んでいますが、これを含む文章をバックオブワーズで作品付けをします。そして2つの文章においてハーパックスワーズを最も多く共有する文章は並列であると考えられます。非常に単純な方法ですが、Wikipedia で並列文章を検出する際に非常によく機能すると述べられていました。こちらがハーパックスワーズの例ですが、このほとんどは固有名詞や数値に関係するものです。また今回は特定しやすいものということもありまして、 URL や特殊文字も保持をしています。 URL の例としてはここにありますようなものも今回はハーパックスワーズの一つとして保持をしています。次に、文章のペアの選択ですが、ソース言語、ターゲット言語のそれぞれの文章のペアを検索するため、ソース言語の文章ごとに、ハーパックスワーズの最大数を共有するターゲット言語、今回はソース言語として英語、ターゲット言語としてフランス語、ドイツ語の文章を20分ずつ選択しています。今回これがベースラインとなっています。下の表はこちらに説明されているのですが、多重ソース文書において多重に割り当てられているものが多いため、これを削っていく必要があります。現在この段階では、フランス語と英語では 57.3%、ドイツ語と英語では約 60% 重複されているものがあります。はじめに分類棚を利用しますが、これは共有の単語、これを以下分類棚と呼んでいますが、の最大数と文書のペアを保持することによって、それ以下の潜在的な複数のソースドキュメントを削除していきます。これによって、こちらに戻りますが、 2段目 の項目ですが、それぞれ約 10% まで文章が重複する文章が減っています。次にさらにこれを減らすためにクロスインガル情報の利用についてです。これは、ソース言語、ターゲット言語とは異なる第三言語の中でソース言語とペアリングしている文章を利用します。ターゲット言語の方の文章の
のハーパックスワーズ と、第三言語の文章のハーパックスワーズの共有数を比較し、これが最大となるターゲット文章をソースターゲット言語 のペアとして選択します。これによってさらに 10% から 4% 未満まで減少させすることができました。クロスリンガル情報の利用については例と図として書くと図で表すとこのようになります。右下がソース言語で、今回ターゲット言語として2つの文章があります。これらのハーパックスワーズの数がそれぞれ10ずつとしたとき、第3言語左下の方ですが、その左下の文章とこちらのターゲット言語2つを比較のハーパックスワーズの数を比較します。ドキュメント1と第3言語のハーパックスワーズの数は共有数は6、ドキュメント2とは8で、ドキュメント1よりドキュメント2の方が第3言語のハーパックスワーズとの共有数が多いため、こちらの元のソース言語とターゲット言語1の方のペアはこのドキュメント2が採用されることになります。実験ですが、フランス語と英語、ドイツ語と英語、先ほどの分ペアで実験を行い、3つの尺度で評価をします。1つ目は平均精度、MAP、 2つ目に正解率 SUCC、 3つ目に上位5分の精度 PAT5 を尺度として評価を行います。こちらが実験結果の表になっており、ベースラインと比較したときに分類棚を利用することで精度が大きく改善されていることが分かります。ベースラインではフランス語とドイツ語それぞれ約 30% のものに約 30% に対し、分類棚を使用した際は約 60% まで改善が見られました。しかし、まだ文献内ではまだ低い部分もあるため、さらなる改善をしていきたいと述べられていました。以上で発表を終わります。